こんにちは、地方の山形ライフです。晴れたね今日はあの山形市にあるお好み焼きのふうふうさんに来ています。ね、大丈夫、車国道だそうですちょっと分かってないんですけど、やっぱ車通りが多いね。お好み焼き皆さんね、いらしたことある方多いかもしれない。私も何度か伺ったことあって美味しいですよね、夫婦さんね。もう今日すごい楽しみにしてきましたので早速食べたいと思います。始まってんの、うん、見ようか。そう、もうね、私もこの焼き屋さん焼いて持ってきてくれるの大好き。この焼き屋全牛粉入りランチありますサラダとかで、あとお好み焼きね。今日は10月なんですけど、10月の限定メニューもありました。夫婦お好み焼きを一つと、はい、あと牛すじが一つと、はい、まんまる肉汁餃子、はい、はい、あと、後ででいいんですけど、あの夫婦アイスと、杏豆腐、はい、はい、ご都合のときまたこちらデザートの方ベルでお呼びいただければと思います。わかりました、お願いします。若いときすごい楽しかった。大体何でも食べてもう今ないんだけど、あの、ね、仙台駅から中央通り、サンモール一番町って中央通り、よく中央通りに入ってくるところのアーケードのビルの何階だったの、3階か4階あたりにお好み焼き屋さんがあって、で本当にあの昔ね、すごいあの学生とかでも気軽に食べれるようなあのお好み焼き屋さんで、もう500円とかで豚玉とか、まあ、シンプルなのとか食べれるところがあって、本当にあの高校生の時とか学校帰りとかにみんなでそこに行って焼いてね、本当に食べるんだけど、思い出の味。そうだから、お好み焼きすごいよく、結構で昔お好み焼き屋さん仙台も多くって、ビリヤード屋さんも多かったけど、お好み焼き屋さんもすごい多くって、割とこうなんかお小遣いとかで食べられるような値段で、今よりも全体的に安かったから安かったっていうとあれかな、うん、物価の違いがあるからだったんだけど、すごい行ってた、制服着てみたいな学校帰り、私がちょうどこうあの仙台駅を越してあの通っていたから、ちょうどの仙台駅を通過する友達とかと一緒にこう帰りなんか寄って、喫茶店みたいなところもいっぱいあったから、あの喫茶店のドトールとか、なんかスタバとかじゃなくて昔からある喫茶店行ったり、あとはなんかお腹空いてる時とかはそういうお好み焼き屋さん行ったりすごいしてた。お酢ラー油でございます。はい、お願いします。ありがとうございます。まんまる肉汁餃子。肉汁？いらない。ちょっとラー油で食べるのが好きで、どうでもいい報告。いただきます。まんまる。まんまる。注意する。うん、肉汁うまうますごい美味しい。表面っていうか、あ、生地すごいもちもちしてるんだけど、なんかね、ほんとにじゅわーって美味しい。ありがとうございます。あ、大丈夫です。ありがとうございます。今日はちょっと袖が目立ったの。そうだね。あ、はい、ありがとうございます。あ、はい、あ、暑いかも。
美味しい。もう昨日から楽しみでお好み焼き食べたかったんだよね。美味しい。今度あのもう一つ頼んだ牛すじのお好み焼きを今食べてるんですけど、美味しいのこれ。お好み焼きも美味しいのにさ、美味しい牛すじと卵乗ってたら美味しいよね。この牛すじのタレっていうか、タレとこのお好み焼きのソースも、なんだろう、これ絶妙にこう合うんだよな。美味しい。お酒飲みたくなっちゃうよ、これ。飲めないんだけどね。うん、はい。はい、あ、はい、ありがとうございます。では、いただきます。どっから食べる。すごいね、じゃないですか。ふわふわしてる。うん。美味しい。ふわふわで美味しい。ごちそうさまでした。はい、ではあの本当にお腹いっぱいになってとっても美味しかったです。今日初めてあのデザートにあの杏仁豆腐あの食べたんですけど、今のシーズンはあのシャインマスカットが乗ってる杏仁豆腐ね、あの、まあ、映ってたから分かると思うので本当に美味しくてあのよかったです。お好み焼きももちろんいつも美味しいので、ぜひ皆さんも来てみてね。ではまた次の YouTube でお会いしましょう。またね。On the way to New York City, take my hand and see Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world bright. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City.